後半の一組目の方は、清川、忠康さんです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。オーマイグラスの清川と申します。本日よろしくお願いします。で、私はですね、単純に言うとインターネットでメガネを売っております。で、インターネットでメガネを売るっていうと、じゃあ度数どうするとか、フィッティングどうするとか、いろいろ問題が出てくると思うんですよね。そこを我々は、メガネだけを売ることによって、さまざまなサービスを提供して、今30万人ぐらい月にご利用いただいております。例えば返品無業、送料無業のサービスであったりとか、このような試着システムっていうのをやってるんですよね。で、5日間であれば無料で5本まで自宅で着払い伝票も入れて送ってますんで、無料でお試しができると。あとは全国に1300店舗ぐらいと提携してまして、そこでアフターサービスとか度数のチェックとか、そのようなサービスを提供することによってメガネも買うようになっていると。で、なぜ私がそのニッチなメガネって商材に目をつけたっていうところが気になるかもしれないんですけど、高品質な国産メガネをネットで販売して、地域産業、福井県鯖江市ってとこでメガネって作られてるんですよね、ほとんどが。で、そこを活性化したいって考えてやっております。ね、簡単に私の自己紹介させていただきますと、今31歳で15歳の時に大阪から一人上京してきました。で、新卒で外資系証券会社入って、ここまでは普通にやってたんですが、この後ちょっと事業再生の仕事を始めました。で、当時小泉純一郎内閣の中でですね、日本も今後再生していこうみたいなムードで、私も再生に携わりたいなと思って、でものづくり企業の再生とかやって、そこからスタンフォードビジネススクールに留学して今の会社を立ち上げました。で、このスタンフォードビジネススクールで2年間いたんですが、そこでの経験が非常にその私の考えを根本的に変えてしまって、メガネの意思をするに至りました。で、シリコンバレーにスタンフォードあるんですけど、もう結構有名なインターネット企業がすごいその狭い地域で生まれていて、パワースポットになってるんですよね。で、世界中からすごい情熱的なパッションにあふれた人たちが集まってきて、何か新しい、特に最近だとインターネットサービスとかですけど、立ち上げようとしていると。で、私もですね、あまりこう何も考えずに行ったんですが、向こうに行って周りの学生たちとこう一緒に学んだりすることによって、何か新しいことを立ち上げて、世の中にこうなんか新しいこうインパクトとかイノベーションを起こしていきたいと思うようになりました。で、やっぱりその、エリック・シュミットとかですね、ああいう方も教えてたりとかして、非常に近いところにあると。で、実際ですね、スタンフォード私、卒業した時400人同級生いたんですけど、卒業時にこの左上の 20% の人が起業するって言ってたんですよね。で、 20% ってすごい、 18% ってすごい数字だなと思っていて、それぐらいその日本と比べて向こうでは独立が一般的であると。で、日本だとやっぱりこう起業って言うとリスキーであるとか大変であるとか、失敗するとなんかかっこ悪いとか悪い、あと汗臭いイメージとか、就職先もやっぱりコンサルとか銀行とか人気ですよね、大学卒業した後も。それがスタンフォード大学シリコンバレーだと全然違って、特に一番大きい赤のところの失敗っていうのが学習であったりとか、失敗した人がすごい評価されるんですよね。その後大企業 そのマイクロソフトとかグーグルとかですね、失敗した人も採用したりとかですね、あと一つのキャリアオプションに過ぎないって書いてるんですけど、意外と気軽にみんなどんどんこう立ち上げていってると。で、卒業するときに言われたんですよね、結果ではなく自分の価値観コンパスに従った人生を生きることができるかどうかだ。で、これオバマ政権にいた人なんですけど、こういうことを2年間こうひたすら言われ続けると、こう考えもこう日々変わっていってですね。で、次のページこれですね。で、他の授業、最後の授業っていうのでですね、挑戦とか、やっぱりそこをすごい、挑戦ってキーワードをすごい強調するんですよね。挑戦してうまくいかなかった記憶は薄れていくけど、挑戦しないで後悔した記憶は一生忘れることができない。で、こういうことを聞いてると、自分もやっぱ何かしたいなって思うようになってきて、今のそのメガネの通販に至るんですが、やっぱ自分のやりたいことを2年間すごい考えました。で、やっぱ新しいこととこう日本の古き良き、特に製造業の事業再生とかやってたんで、そのメガネの職人技術、鯖江市のいい高品質なメガネをですね、ネットって載せて、何か新しいものを生み出してですね、世の中にそのまた新しいこうメガネをインターネットで買うとか、職人のメガネが売れるっていう文化を作っていきたいと。で、これ職人さんが一本一本作ってるんですけど、本当に丁寧に作っていて、で、工場とかこう行くとですね、普通にその地面にプラダとかブルガリとかそのティファニーとか世界的なラグジュアリーブランドのメガネとか小さい町工場で作ってるんですよね。
でそれが最近だとやっぱりその、まあ、中国韓国に製造拠点移しているところもあって厳しくなっていると。でこの工場をすごいあの立ち上げの初期から一緒にやってる行為にさせていただいているんですが、リーマンショックの前60人ぐらいいたのがですね、もう今10人ぐらいしか職人さんいないんですよね。それぐらいもう製造が量が減っていてですね、もう厳しくなってきていると。でそこを我々としてはインターネットで売ってもっと数を上げたいなと思ってて、でメガネ業界って、まあ、シンプルに言うと売ってる小売店さんがほとんどの利益を持っていってるんですよね。でやっぱりこう消費者と作り手職人さんの距離が遠いので、まあ、商品開発もなかなかうまくできなかったりとか、まあ、フレームだけじゃなくてレンズだったらもうその定価の10倍で売られてると。でそこを我々は直販することによってもっとリーズナブルに高品質のメガネを提供できると思っていて、さらに消費者の声をインターネットなんで直接データとか見ながら聞くことができるので、商品開発も良くなると。で分業制にもメスを入れればもっとコストダウンもできて、よりいい商品をリーズナブルに提供できると。でそれで、職人さん、まあ、2、3人の工場の方と我々のチームのまあクリエイターが組んで、まあ、こういうブランドを立ち上げたりとかですね、これニュートラットプラス OMG っていうんですが、実際サバイのメガネを買うと、いいメガネ買うとやっぱ3万とか2万6千円とかするんですよね。今やっぱりこう多くの人がメガネにそこまでのお金をかけないと思うんですよ。でそこを我々は半額、まあ、1万3、4千円でいいメガネを提供して、そうするともっと多くの人がメガネかけられますよね、サバイのいい品質のメガネが。で、まあ、そうやって結果的に、まあ、地域産業の活性化などにもつながればいいなと思ってやっています。で最後のスライドなんですけど、まあ、スタンフォードの関係の本をこの前出版して、まあ、なんかもっとスタンフォードに興味があれば読んでみてください。あと、宣伝なんですけど、採用もちょっと最近すごいしてるので、なんかこうメガネとか通販とかに興味あれば、メールください。ありがとうございました。ありがとうございました。パッと見こうメガネをかけてる人は 1、2割ぐらいなんですけど、このお試し通販やってみたいと思う方、ありがとうございます。結構いますね。いや、このなんか日本の伝統工芸とかを盛り上げるためにっていうのすごい共感するんですけど、はい、これメガネ以外にもこのお試しセットの仕組みに乗せてなんかいろんなものを、ね、紹介できそうな気がするんですが、何か注目しているものとかっていうのはございますか、工芸品。そうですね、いろいろできると思うんですが、トップはメガネに集中してやります。わかりました。すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。